ったんですよ、はい、じゃあこれからメカスさんが来るって言うんですよ、大野杉さんと、はいはい、ちょうど、はい、で立ち会いました、はい、メカスさん撮影会もやってる、あ、そうですか、ちょうど誕生日か、ええ、ちょうど誕生日だったんですよ、大野杉さんが、ね、99歳、はい、そうあの女性のダンサーと、あ、それ見ました、見ました、映像、女性のあのね、YouTube で、はいはい、あそこの、あそこで、あの、小野先生、食卓に囲んでるときに僕がいます、あ、いたんですか、ちょうどね、そうでしたか、いや、すがなかった、やっぱりそうか、ジョンスティカスはすごい、うん、あの、2007年に彼は、あの、毎日1本短編をネットに上げるぞって365日に企画をやって、僕冗談だろうと思ったんだけど、本当に始まって本当にやったんですよ。でそれ僕ね、あの自分のブログで毎日あの翻訳兼ねて紹介したの。あ、そうですか、うん、でそしたら、まあ、見ててくれたんですね。 2,3 年してから、あの、次はありがとうって返事が来て、それからちょっとあのメールのやり取りとかするようになって、5時頃からね、来て11時過ぎまでいました。あ、そうなんですか。で、2000回収録したりとか、あとその次の100歳の誕生日の時もね、メガスさん来てました。から1回待ちかけてやってみて、ダンサーは奥さんの奥さんだったんですね、あのダンサーは。樋口さんと練習いや、なかなかメカスさんもそろそろもう90歳かな、ね、え、でも元気です、いや元気です、パワーはもうオーラがありますね、うん、すごいです、うん、あの今でもあのウェブサイトで多分息子さんが、あのセバスチャン、息子さんが結構こう協力してやってるんだと思うんだけど、僕最近のこう元気な映像もね、こう出てるんですよ。あ、そうですか、うん、いやー、大したもんだ、すごい元気だなパワー、情熱が、ね、いやー、大丈夫そうですね、うん、その後ろで、あの、ショーで、はい、ショーで写真撮ってたのが、ええ、吉田さんが亡くなったね、この吉田って。あの、大野先生が亡くなる4ヶ月前に、あの、ええ、癌で亡くなってしまったんです。吉田さんってあの写真家なんですけど、吉田龍一さん、ああ、こんなのもあるんですか。パラパラです、これは普通には手に入りにくい、でも売ってますか、ね、あ、そうですか、いただいたものなんです、ね、あ、そうですか、はい、あ、これはいいな、いや、メカさんもあの自分のこうフィルムの3コマ4コマを焼き付けたやつをある時期からこうやってるでしょ、ね、なんか映画と写真の中間みたいなね、
たいっていう。小林さんは若い頃からこういう世界っていうか、そうですね、やっぱり詩とか演劇ですか。昔から小さい頃からね、小遣い持ったらね、芝居行ったり映画行ったりね、そういうライブとかを、そういうの好きでね、もう小屋覗いたりね、見せ物がそういう好きだったんですけどね、写真の方は立ち寄りっていうか本屋さんの好きな、立ち寄りなので、一番写真に出会ったの細江香さんのかまいたちだったんですね。あの写真に出会って、これなんだって言って、写真だったでしょ、踊りだったでしょ、衝撃を受けましてね。で、土方辰巳を知って、その世界、それとは別にね、自分の興味を持つそのカラさんとかね、洋介さんとか、いろんな世界が、寺山修司もそうだけど、全部秀賀さんに繋がってるんですよね。秀賀さんのこういう関係とは別にね、自分がこうチョイスしたところが繋がってて、それがずっと細江子さんのことを、そんな中で、大体まあ、ジャッジャズバッとか、一つは、いい意味で一点主義ですからね、舞踏もジャズもその中エッセンスの一つだと思ってるから、マロさんとかね、でもこういう場っていうか、こう空間を作ろうと思ったのはおいくつぐらいの、それはね、20歳過ぎて、その、ジョージ・リスっていうのクラネット奏者にできてたのがあったんですよね。それ、まあ、ジャズはずっともう小さい頃聴いてたんですけどね、その時に自分で一緒に一度でいいからね、ジャズで飯食いたい、食わなきゃと思ったんですよね。でも楽器できないしさ、何もないからして素手だから素手でやるってことはどういうことかって、ただジャズ来てこういうのしたいってことで、だから人生の1ページでいいからってことになったんですけどね、その1ページがずっと未だに作れなくて、普通に永遠の1ページね。そうですか。そうなんですよ。まあ自分の小屋を持ちたいと思ったのはね、小さい頃はすごく小屋を開けてもいいしね、テント芝居でもいいし、そういうなんかそういう場所を持ちたいと思っても漠然とあったんですよね。やっぱり沖縄の一番ベストは円形劇場ですよね。100歳ザっていうね、100歳ザってつけてなんかエースが遊んでますけど、あとはちょっと覗いてみますか、今日お頭から出てましたけど、それで今度ね、ひいかさんが、そういこさんもね、2000年に集大成でや写真展やったり、ここでもやったりしたんですけどね、で2009年の時にね、2008年の細江さんといろんな話してね、土方たちのかまいたちができて40年、で実施がちょうど40周年だったんですね、で舞踏ができて50年という節目でね、なんかお手本念願で2階でかまいたち展やりたかったもんですから、したらやろうってことで2009年にできたやったんですよ、1ヶ月間で、命日が1月21日の大寒の日なんですよ、で大寒の人1ヶ月間で2階でかまいたち展やりました。
間をちゃんとこう作る人がいないとね、一方で器っていうんですか、それこそ、でそこにいろんなこう鼻に当たるようなこう人たちというか、何か入れ替わりたちが来るみたいなね、感じですよね。なんか人を使って小林さんは生け花してるみたいな感じで、ね。渡辺さんさんもね、ここで毎年来てやってます、ね。あ、そうだ、写真ありますね。超前にね、酸欠ライブで2日間。酸欠ライブ。ここに80人入って。もうすし詰め。すし詰めじゃん。